どうもどうも、ジャンプ感想動物です。僕らの決命の、最終回の感想を話そうかと思います。本日は2021年1月27日でして、少年ジャンプは21年の8号です。そして僕らの決命は18話で最終回でした。いわゆる打ち切りというやつですね。で、まあ、最終回の感想なんですけど、なんと言いますか、久しぶりにその打ち切り感満載の最終回だったなっていう感じです。というのもまあ、なんでしょう。結局そのラスボスは何だったのかとか、ラスボスは、倒すのか倒さないのか、フェンリルって何だったんだみたいな、その未消化な、回収されなかったことがこう山のようにあったまま終わりました。そしてまあ一つ回収されたといえば、カイネとハイガ、敵吸血鬼コンビがやってきた、悪いこと。まあ小さい女の子を巻き添えにしたことへのフォローが入ったという感じでしょうか。まあフォローが入ったのかといえば、まあぶっちゃけ入ってないよねっていうのがまあ正直な感想です。っていうのもまあなんでしょう。そもそも同じ種族である吸血鬼の小学生の女の子。およびその、女の子の友達の人間の女の子を巻き込んだわけですけど、まあ、吸血鬼の女の子は吸血獣化しかかったわけで、まあ、その、最後に出てくる姿は、まあ、異形と言いますか、半分獣になりかかった姿で現れました。そして、今回の内容で全く触れられてないんですけど、吸血鬼の女の子、キリちゃんですね。キリちゃんの友達の女の子はこう死んじゃってるわけでして、その死んだ人間の女の子に対するフォローはないという感じで、終わりましたね。果たしてこれがその最終回でやるべきエピソードだったのかなっていうと、まあちょっと、疑問符があると言いますか、まあもう、ひどい言い方をしてしまうと、もう、カイネとハイガはもうなんかその、フェンリルとかに殺されてしまって、みたいな感じでも良かったんじゃないかなと思ったりもしました。こう、生実家フォローが入るから、でも人間の女の子死んだんだよなっていう気持ちがまあ強くなってしまった感じです。そしてまあそういう感じでなんかその、いい感じで兄弟の絆がふわっと高まったみたいな感じで、まあ最終回したんですけど、フェンリルに今後狙われるのであろうかとか、カイネとハイガがあのお方と言っている、まあ人間に敵対する吸血鬼の始祖といいますか、確か名前はアルフレッドだったと思うんですけど、鬼滅の刃でいうところの鬼舞辻無惨にあたるやつは、まあ全然出てこないままで終わったと。そしてまあコミックスの書き下ろしとかっていうような話もないですから、そのあたりはまあ結局、作者以外知らない話として、まあこの物語はまあ終わってしまったのかなという感じです。でまあ最終回の感想はこれぐらいにしまして、最終回ですので作品全体の振り返りをしてみようかと思うんですけど、なんと言いますか、まあ、その、週刊連載が大変だったんだろうなっていうのが、まあ、まずあるんですけど、まあ、魅力的な敵役っていうのが描けなかったのかなという感じがあります。というのも、まあ、一番エピソードが費やされていたのは、カイネとハイガなんですけど、まあ、過去のエピソード、その二人の過去回想で、人間に対して強い恨みを持ったっていうエピソードはすごく良かったんですけど、まあ、その過去回想があったにしては、現代での行動が雑すぎるという感じですね。まあ、先ほど言いました通り、小さい女の子二人を巻き添えにしたっていうような計画。まあ、それは主人公兄弟を、おびき寄せて絶望に落とすためにそういうようなひどい計画をしたんですけど、まあ、結局まあそれが別にうまくいってたわけじゃないっていう部分で、まあハイガに至っては、その事件の後に兄弟のところに会いに来て、まあ周りに普通の一般人がものすごくいるところで吸血鬼の力を使ったりとか、
まあ、トラック運転手を拉致したりとか、そういう非常に雑なことをやった結果、やっぱりその飼い犬も飼い犬も別にその状況がうまく好転しないというか、どっちかっていうとまあ結果的にピンチになっているという感じで、まあ人間に強い恨みを持っている敵キャラが、まあその小さい女の子を巻き添えにする残忍性を持ってるっていうのはまあいいんですけど、そういうこう過去のエピソードを踏まえて行われてる行動がすごく雑というあたりが、まあ何でしょう、嫌な敵役であるのはありますけど、まあ魅力的な敵キャラではないという感じでして、そしてまあその計画性とか、計画性とか、あるいはその悪いことをするにしてもまあ丁寧さであるとか、まあ自分の戦闘力に絶対的な自信があるから、そのような雑な計画を立てたのかなというような解釈もできますけど、まあ読んでて気持ちのいいもんじゃなかったよなっていうのがまあ正直な感想です。あとこの作品は多分その吸血鬼の弟と人間の兄っていうのがイチャイチャする作品を描きたかったんだろうなってのが一番強いと思うんですが、まあ異種族兄弟 BL なんていう表現をしたりしていましたけど、その兄弟がイチャイチャするために、まあ多くのキャラクターが巻き込まれて、特にその人間吸血鬼問わず、女性キャラが悲惨な目に遭った作品だったなと思われます。初期の方に、兄の方、シンの、高校での、人間の友達の妹が巻き添え食らったりとか、あるいはその吸血鬼の下っ端の強化っていうのも、まあ結構悲惨な扱いを受けたりとか、まあ何回も言ってますけど、小学生の女の子が、悲惨な目に遭っていて、まあ男性キャラで巻き込まれて悲惨な目に遭ったのは、まあトラック運転手ぐらいなもんで、ひどい目に遭うのは大抵女性キャラという作品でした。カイネとハイガーはまあ敵としてまあひどい目に遭ってるんですけど、まあ最終回でふわっと、フォローが入ったような感じになってるので、まあ、このから2人は、救いがあるというか、まあ今後も、BL をやってくれるんじゃないかと思うんですけど、まあとにかく、女性キャラが悲惨な目に遭う、兄弟 BL 漫画だったなというのが、まあ、最終回まで読んだ、印象でした。コミックスは全2巻で、最終回ページに、何々先生の次回作にご期待ください。この場合は、嘉数和先生の次回作にご期待くださいという文言がないということなので、もしかしたらもう、次の連載をするというような意気込みはもうないと言いますか、まあ、漫画家を続けられるにしても、まあ、週刊少年ジャンプは離れられるのかもしれません。まあそんなこと言わずにジャンププラスとかで読み切りとかを発表してほしいなって思ったりもするんですけど、まあなかなか厳しい連載だったのじゃないかと思います。はい、そんな感じの、僕らの決命の最終回の感想でした。突っ込むところが、多い感想になってしまったんですけど、この主人公の、王の息子であった、弟キャラ、小さい男の子と、そのかっちょいい人間の兄貴っていう、その兄弟 BL っていう部分は、今の連載陣の中でどの作品よりも、飛び抜けていたと思うので、次回作がもし、公開されるのであれば、そのあたりの良さを伸ばした作品であってほしいなと思うばかりです。はい、そんな、ジャンプ感想でした。ジャンプ感想動物によるジャンプ感想でした。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。